楽器はすいません、マイクかかってなのかな、サボってる人がいたんですよ。ポーテム壊してるやつがいて。あとね、キラーもキャントン野郎だった。ただもう戦う価値なしってことで。次のゲームにサクサク入ろうっていう。こいつ、当たりやがって。おい。でもね、これ、あれ、メグなの？テストアサリマンは。デイビッドではないでしょ。これメグなんだ。何これ、ほんと。デビットは狙われてるじゃん。これができないのはもうリズムとしておかしいからね。あ、もう許すマジだから。楽しみを奪われるってあっちにいた。大丈夫なくてはなかったら終わるよ。サボりが入ってた。だから速攻で終わらせる、あの瞬間。俺はもう。ポーテム壊してるやつがいた瞬間、もう許せねえから。もう。テストアサリマメグは無理だろう。ジムのための思いがないやつだから。あさりしてるやつって。アサリマめぐ。テストアサリマって言われたいか、もう本当に。トーマスがな、頑張り屋だぞ、思うぜ、スポーツマンの。テスト当たってます。ありえねえだろ、まず。オンラインでボット化してみて。おもんないもんだって、これ。これがやってても、本当マジでおもんないもん。面白くないやつと戦ってもつまんないでしょ。この時ね、もう適当に、もう外れにも回さねえモードで、適当にやってば、で、さっき第一ブラッドになったら思んないでしょ。ここで、終わらせるんだよ。で、もう、キャン、ほぼキャンパーの、ってことは、ほぼキャンパーの、もうつまんないやつから、そこで、チェイスもしない。嵐と一緒だから、ってことは。第一村人をすぐ捕まえたか捕まえてねえかってゲームになってんじゃん。みんな。まあ、デッドバイ誰も持たない。互いに視力を尽くしてたのに。まあね、この嵐だ。どんなやつに時間かけてる方が。人生の無駄。時間の無駄。ドワイトが何かやってる。僕はもうこの無駄な時間を早く出たいけど、寝切れないから、しみじみ。ポテムの。そうだ。もう最低だと思うわ。担当しかし。ここら辺ただ張り。怖いな。プレイヤーじゃないから、ただの嵐だから。ただ何もしない理由はもうプレイヤーじゃないから。ちゃんと頑張ってるキラーの方がいいよ。たまやらんねえけど、頑張ってるキラーはヒルちゃんと手を抜いてあげたりするよ。その人に任せて。
これは手を抜くとか抜かないとかの話ではない。ゲーム性ぶっ壊してる。ただの嵐。気持ち悪い。全然抜けつけないという。悪いって。悪い。だから。振られに行くわ。夫のワイト次第、夫がどうするか。こんな相手次第に頑張ってるよ。終わればいいんだよ。ただの嵐だから。いやね。やるし、夫とワイト次第だな。ただなぁ、出るんだろうか。あ、おすげえ。このままワイトの方がいいやなぁ。惚れちゃうだろう。頑張ってボットに逃げてもらった方が、これ脱出できない、ボットの方は。ントをつけていたのか。脱出ゲートも上がらなくなるぞ。ここだけは粉砕しよう。さて、ペンティメントで、あ、全部ロックされた。ここのペンティメントロックされた。これやばい。脱出ゲートも開かないと8人しかできない。全部がね、ここね、ロックされるんだわ。多分ね、めんどくせえから早くやめてきた方が。ね、ロックされてる。無理。まあ、こういう珍しい現象だけど。5個のペンティメントってさ、確かさ、あっちにしかもう無理じゃね。まあ、珍しい現象だから、ちょっと実験してみるか。DVD。ペンティメントやってる。4個はね、もうね、ゲート無理ってレベル。あ、生活。8人しか無理。ファイトが笑うわ。ロックされてる。ここはね、ロックされる。ボットに壊せない。モクでしかない。ハッチでしかない。無理っていうレベル。脱出ゲートが 50% 低下。移動速度が多分3つ目は移動速度が上がる。あ、ハイズリの移動速度だろう。移動が2つ目。発電機が1つ。モクでしかねえだろう、もう。ハッチ逃げじゃなきゃ無理。さならってゲーム。いつも以上にゲート開かない。お得に戦ってもらうか、これ。自首した方が身のためだと思うよ。ないもん、これ。
初めていいです。でやってんだろう。なんでやる。でしかねえだろ。夫ってハイズレでこっち来るって。まあこんなゲームにボットになってる方が正しいわな。切断機能をつけてください。こんなおもんない。だからペンティメント5個っていう超レア盤面だから。まあ、こんな呪術トーテムもねえのに、トーテム萌えてるやつはまずいねえからな。今だったから、トーテム萌えだけど。夫の方がチェイスが長いっていう。無理やん。怒ってんだよ、これ。無理よ、勝てるわけねえじゃん。長いんだよな、ボットって。まさかの終わったはずのドラマが敵が終わったはずの展開でドラマが俺に投げやめに。
これがヒールジャーンデッドバイロース!スーパース!ドラマチック!それがヒールジャーン!勝ったのは俺。心で負けたんだよ、キルビリー。ちゃんとなんてしてる。女神は見放さなかった俺を。逆転負けだったのに。まさかの展開。これがヒロちゃん。で負けのピンチを救った。ヒロちゃんがいてばチームは勝つ。ペンティメント5個つけられるっていう恐ろしい展開。そこを乗り越えたのはやっぱりヒロちゃん。うん。